第00話ストローハットラビリンス後編。あゆかはどうしたの？私がいるのがそんなに不思議？だってあゆかお前アメリカ帰ってきちゃった。帰ってきちゃったってずっと留学じゃなかったのかよ。そんなつもりないよ。最初からだったらなんでこの半年何の連絡もなしで。俺が一体どんな気持ちで。半年？春日君どうしちゃったの？とぼけるなよ。ちょっと待ってよ、夢でも見てるの？3日よ、私が日本を出て今日まで。え？私留学の手続きを取り消しに行っただけだもん。本人じゃなきゃわからないところがあるからって。それで。そんな、だって。え？石段は冷たく光り、私たちの転落を望むように下へと誘っていた。私たちはいつの間にか石段に捕らえられた囚人になっていたのだろうか。浦島太郎じゃあるまいし、アメリカでの3日が日本では半年になってるっていうの？鮎川が嘘ついているとは思わないけど。でもさ、じゃあこの半年は。いやでも確かに変なんだよ、石段の数とか。石段？こんなことして何になるって言うんだよ。私にもわからないわよ。91、92。でも春日君と光が数えたら同じだったのってなんか気になるな。なんか怖いな。このまま別の世界パラレルワールドにでも入ってっちゃうみたいで。バカ言わないでよ。97、98、99。だって待てよ、94、95、96、97、98、99、99だ。だってあの時は確かに。これで一緒ね、私と春日くんも。そうだ、一緒だ。何の保証もない言葉遊びに似たゲーム。いつも私と春日くんはこうだ。その言葉にお互いが何かの意味を持たせていても、その意味に気づかない顔をする。最初は光のためだと思ってた。でも、だんだんそのゲームそのものが面白くなってしまっていた。でも、もうゲームは終わらせなきゃ。あれは？あの音は？え？ UFO？まるで真っ赤な UFO。 でもそれよりもずっと小さな丸いものが空を飛んでいた。それは麦わら帽子。こっちに飛んでくる。うん、よっ。ダメ、飛んじゃダメ。あ、飛んでっちゃった。なんで止めたんだよ。前にあゆかのちゃんと撮っただろ。あれで俺とあゆかは出会った。そうよ、そしてひかるも。ひかるちゃん、あれが始まりだったのよ。春日くんがいて、私がいて、そしてひかるが。春日くんが私の麦わら帽子を掴んだ時に始まったのよ。もう始めたくないってこと？わからない。でも同じ始まりは嫌。同じ3人でまたずっと嘘をつき続けるのはもう嫌なの。あゆかは いらっしゃい。あゆかわくん、やっぱり帰り早かったね。マスター、私がアメリカに行って今日で3かな。時差考えないで。ですよね。そんなバカな。
だって確かに俺は。あ、マスターコーヒー。私もお願いします。はいよ。嘘をつくってどういう意味だよ。わかってるでしょ、春日君だって同じ嘘をつき続けてたくせに。ヒカルに、私はヒカルが好きなの。ヒカルを苦しめるのは悪者なの。でもいつの間にか私まで悪者になりかけてた。いや、悪いのは俺なんだ。どっちでもいいよ。とにかくいつかは終わりにしなければいけなかったのよ。どんな形でも。ハッピーエンドで。そうとは限らないんじゃない。俺たち一体どこに迷い込んじゃったんだろう。ここからなら最初からやり直せる。そんな気がしない？最初から二人で。はっきりさせようよ、春日くん。あゆかは。それともいつまでもズルズルと楽しいだけの毎日でそれでいいの？そんなの逃げだよ。逃げているのは鮎川の方かもしれない。私はもう逃げないって決めたの。だからもう一度最初から。確かに辛くて仕方ないこともあるよ。楽しいだけじゃない。だけど俺はここから、今の俺から逃げたくない。そんなの。分かったんだ。ヒカルちゃんだけじゃない、鮎川だけじゃない。ヒカルちゃんがいて、鮎川がいて、そして俺がいて、いつも楽しかったのは三人一緒だから。そんなの優柔不断の言い訳でしょ。どこ行くの？あの帽子を掴んでくる。やめてよ。きっと掴めるはずだから。私だって分かってるわよ。私がいて、ヒカルがいて、春日君がいて、それで誰もが笑っていられるならそれが一番いいって。でもそんなのできっこない。いつかは終わらせなくちゃいけないんだから。そうかな。そうでしょ、僕はもう年だからいつか終わらなくちゃいけないことも知ってるよ。でも君たちは違う。君たちを見ているといつも僕は夏を感じていた。終わりのない永遠の夏を。永遠なんてないわ。信じることはできる。私は何が欲しかったんだろう。光だろうか、春日君だろうか、その両方を同時に手に入れることはできない。だからそう思ったのに。来い来い。来た。悪夢に出てくる夕日みたいにゆっくりとそれは飛んできた。春日君の手に握られるのを望んでいるように、春日君があの麦わら帽子を掴んだらまた始まる同じ日々が。光がいて、春日君がいて、そして私が。心のどこかに苦いものを抱く日々が。でもそれはひどく甘美で。よっ、取った。よっとっとっと。ナイスキャッチ。今のは誰の声？それでもここが一番気に入っているんだ。え？これはあの夜だ。私がアメリカに行く前の夜、春日君と二人でこの公園に来た時。
この町に初めて来た時、そう、あの階段の数数えた時から。春日君はあの夜と全く同じだ。あの時からこの石段とこの町が俺にとって一番大切な場所なんだ。私は鮎川にとっては違うのか、大切な場所じゃないのか。春日君、鮎川ねおい、私が本当にアメリカに行くと思ってたの？え、私初めっからアメリカなんか行くつもりないもん。お母さんが勝手に留学手続きしちゃったから、それを取り消しに行くだけ。じゃあすぐ帰ってくるの？ねえ、3日でね。なんだなんだよ、ひどいな。俺をからかってたのかよねえ、石段数えながら帰ろうよ。そんな子供みたいな。いいじゃない。ほら、一つ、二つ。しょうがねえな。ああ、1、2、3、4、5。98、90。やっぱり100。鮎川は99だったわ。おかしいな、どっちが間違えてんだろう。よし、もう一回は無理かいいじゃない、みんな違った方が面白いわよ。私も春日君も光も。どうしてここに光ちゃんが出てくるんだよ別に。じゃあまた学校でね。ああ、じゃあ、3日後だな。そして、また始まる。一緒に飯食おうよ。そうですよ、まどかさん。私のお弁当も止めてくださいね。こっちこっち。まどかさん。一瞬のときめきが永遠になる。